ハロー YouTube、 皆さんご機嫌いかがですか。北村郁夫チャンネルの北村郁夫です。本日はシーリングスタンプについてやってみたいと思います。シーリングスタンプというのはこういう、まあこれ出来上がったものなんですけど、手紙の封筒ですね、封筒の封印に使うこのスタンプです。これをやります。それでは早速やってみたいと思います。ですね、まず使うものとしまして、このスプーンですね、これにこのワックスを3つほど入れて、ライターで温めます。で、溶かしたやつをここに垂らして、それからこれでこのスタンプで押すと、それがシーリングスタンプですね。それでは早速やってみたいと思います。今回はこの茶色2つとこのえんじのやつを1つ入れて3つで、やってみたいと思います。それでは早速熱していきます。これをね、熱するとね、ちょっと煙が出てくるんですけど、少しお待ちくださいね。これだんだん溶けてきます。で、溶けてきたやつを垂らすんですけど、なかなかこの溶けないんですよね。ちょっとお待ちください。あ、溶けてきました。だんだんつ溶けてる。あ、見えてますか？大丈夫ですか？これね、かき混ぜられればいいんですけど、そうもいかないんですよね。まだ赤いのが残ってます。エンジンのが残ってます。茶色と赤ですね、今回は。ちょっと混ざった感じをちょっと見ててもらうといいかなと思います。で、これでちょっと置いていくと、自然に中のが溶けますんで、ちょっとライターで温めるのをそろそろやめたいと思います。はい、ちょっとやめてみます。はい、だいぶ溶けてきました。このね、スプーンが温まってるんで、それで溶けていくんですね。それでは垂らしてみたいと思います。はい、いきます。これね、真ん中に丸く広げないといけないんですよね。変な形に広げちゃうと、ダメなんで、丸く広げていきます。丸く、ここら辺が丸く、ちょっと形がね、変な形になっちゃったけど、まあ、ちょっと飛び出ちゃいました。まあいいや、とりあえずこれで、あ、かな、こんな感じです。それではスタンプを押してみたいと思います。これがスタンプですね。金色でできてます。一応ね、なんかサンキューって書いてあるみたいです。はい、それでは行きまーす。よいしょっと。これちょっと置いとけばいいかな。向こうは、あ、いい感じじゃないですかね。ここでしばらく冷えるまでお待ちください。ちょっと冷えるのにね、時間かかるんですよ。ね。大丈夫ですか？待ってられますか？難しいですか？色がね、ちょっとね、濃い感じの色になりましたね。さあ、うまくできるか楽しみです。これね、これ自重で多分ね、この跡ができると思うんで、これ押していいもんだかどうかっていうのは、ちょっとその辺はわかりません。押しちゃうともしかしたら、ね、薄くなりすぎて、できないかもしれないんで、ちょっとこのまま置いてみます。で、正式なこの作り方みたいのがね、これのセットにもついてればいいんですけど、そういうものがなかったんで、はっきりしたやり方がいまいちよくわかりません。でもこれでも結構こういう感じにできますんで、これ結構綺麗でしょ。ね、このね、朱色のやつ。いいですよね。これなかなかいい色してます。これ気に入ってます。あとまぁちょっとここはちょっと狭くなって。さあ、そろそろ出来上がりかな。ちょっと触ってみます。もうだいぶ冷えてきたみたいですね。また少しほんのり、あったかいですね。もういいかな？はい。それではちょっと広げてみます。撮ってみます。はい。こんな感じでできました。はい。見えますかね？はい。ね、ちょっと光の加減だとちょっと光っちゃって分かりづらいですけど、中にサンキューって書いてあります。まあ、上手にできたんじゃないでしょうかね。はい。今日は、シーリングスタンプについてやってみました。ね、皆さんも良ければ、
やってみたらいかがでしょうか。それでは、裏側も見てみますかね。はい、こんな感じです。ね、はい。それでは皆さん、次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら、ごきげんよう。